来期 J1 へ昇格する小南は19日、J1 柏から期限付き移籍で加入している MF 秋野博之、23が期限付き移籍期間を延長し、来期も小南でプレーすると発表した。期限付き移籍期間は2018年2月1日から2019年1月31日まで。その間、秋野は柏と対戦するすべての公式戦いに出場できない。秋野は今季 J2 リーグ戦38試合に出場し、4得点。クラブを通じ、来季は今年以上にいかめしい戦いが待っています。それでも小南ベルマーレに関わるすべての方が一つになって、いいシーズンにしていきましょう。1日1日を大切に、日々成長できるよう常に自分とチームと向き合います。来季もたくさんの応援よろしくお願いしますとコメントしている。